どうも、エル歌舞伎のエル宇田です。はい、どうも、デロイヤンです。おいしょ、おいしょ、おいしょ。神田うの、スタッフから窃盗被害ということで、スタッフ、はい、神田うのさんが7月、約750万円のピアスがなくなり、紛失届を出していたことが判明。委託していた SNS 用の動画制作会社スタッフが盗み、リサイクルショップで転売していた。過去にはベビーシッターから3000万円の窃盗被害に遭っていたということで、これ完全に僕はね、今、令和のクワマンっていうね、キャッチコピーをつけているのと、あと、クワマンの、からの世代交代かなという。三河さんもね、はい、お友達の三河さんも海外でね、窃盗被害を受けてたりとか、ね、あ、そうなんですか。あったりありましたよね。一応三河健一さん早速ですね、神田うのさんのことを聞かれてコメント出していて、はい、自分がしっかりしないからというコメントを出しているとこれバイキングモアですね。あのバイキングというお昼の坂上忍さんの番組が、確か拡大したんですよね。拡大しましたね。ご機嫌かなんかが終了して、で、そうですね、はい、でモア、もっとですね、でバイキングモアで神田うのさんの、窃盗被害について、お話をし、うにはまさかという気持ちがあって疑いたくなかったらしいと神田の心情を代弁したということで、ちょっと今長く三河健一見てねえやって思った。なんかモノマネするときどういう声か分かんなかったわ。もっと端っこ歩きなさいもっと端っこ歩きなさいよですよね。なるほどね。ちなみに2010、かなえ子さんもスタッフって叫んでスタッフって、ね、スタッフって言ったらしいですよね。ちなみに神田うのさんが2015年ベビーシッターの女性から窃盗被害を受けたときは、三河健一さんは、その時も愛ある説教を行っていたと。へー、あなたのチェックが甘いのよことを言っているということでございます。あー、でも、うん、こういうニュースってさ、だからもしかしたらさ、いけると思わせるかもしれないよね。あ、逆にね、神田さん、何年か後にさ、ニュースになっちゃうってことは、ニュースになっちゃうと、あ、こいつ脇やめんだなっていうやつを数年越しにやっちゃうかもしれないから、だから気をつけてほしいのは、本当に例えば家の表札が神田とかね、桑野の家はちょっと気をつけた方がいい。あ、これこういけるかなみたいな、ちょっと擦り込み。まだ上田だから神殿とかね。どういうことですか。神田も神殿って呼んでるやつ。あ、なるほどね。はいはい、音読みにして神殿にして。神殿で行くんだ。ね、そういうやつも出てくるかも。はいはい、そういうことでねございます。そしてね、これ結構面白くてね、ちょっとこう取り扱いたいのは、一般人と違ってオタクの行けたら行くは割と行くという話がある。でこれ元のツイートがあって、一般人の行けたら行くは行かない、はい、でオタクの行けたら行くはぜひとも行きたい、行きたいのだけども今現在この時点では確約ができる、軽率に行くと約束してしまっては記念にも迷惑がかかる、よって日程の調整をし次第即座に連絡するので誠に申し訳ないが、はい、唾だけつけさせてはもらえぬだろうか。これがオタクの行けたら行くだそうです。僕は 100% これ、はい、あ、そうですか。俺これ俺はだから人か、俺ね、うん、俺から約束を、受けた人って多分すごい珍しいだと思う、あ、だと思う。いない。いや、俺もやっぱそのデロリアンは基本出かけないっていうイメージですね。でしょ、うん、俺ね、自分から約束で何時とかって言っても、遅くなるかもしれませんよとかは必ず言う、はいはいはい。で向こうが遅れるタイプの人間だったら、遅れること加味して、例えば12時約束で30分とか遅れても何も早くしてよぐらいで、いや、そうだと思うよ。怒らない。だって俺ネタ合わせ死ぬほど遅れられてきたからね。そうそうそう。でその後その次の日なんかに俺はネタを書いて持ってかなきゃいけないから5分ぐらい遅れたら、林くん俺のを見てこうやって俺本当に殴りゃよかったあの時まだ出会って1年目ぐらいで、デロリアンが多分こいつぬるい友達環境でやってきてんなこう行こうかなって。違う、これ、はい、これ、いや、話戻すな、はっきり話戻すな、この話、はい、はっきり、これは俺分かる、だかこれはね、僕の行けたら行くも8割行くやつなんですよ。あ、俺嘘つかないから、つけないから、その興味ない時顔に出るから、出るまで、で、だから行けたら行くがそう取られるっていうのを俺も分かるから、こらえるんですよ、だからその場でスケジュール帳見て書いちゃう。だからさ、例えばさ16時までのとか、15時までの、何時でもいいんだけど、スケジュールあるとしたら、オーバーするっていうことって考えるじゃん、はいはい、でそれが例えば15時だとしたら、はいはいはい、ね、仕事がもともとで16時に他の人の約束来るとするじゃない、行けたら行きますになっちゃうの、この時。はいはいはい、遅れた時はすいませんみたいなことも一応入れちゃったりとかして、はいはいはい、結局オーバーしたら、しちゃって17時とかに終わっちゃったりするわけよ。わかりますよ。
ね、うん、時にすいませんってなることが多々あったんですよ、はい、昔、うん、分かります、これそうだから、うん、こういう感じの人の分かる、すごい、だ僕はね結構直前連絡多いですよ、だから、まあ、仕事柄ね、仕事柄なんで直前連絡になっちゃうんだけど、ちょっと前にすごく仲良くしてくれてる作家さんが、うん、来週いついつどうって言われて、で俺あんまそういう予定の立て方しなくて、じゃあ断入か何をしましょう、あじゃあこの日にしましょうってなってたんだけど、俺その日てっきり忘れてて、その日の夜にしれっと明日どうですか、あのついでにあそこ行くんでみたいな、うん、時に、まあ、あじゃあそうしようってなって会った時に、うん、お前さ、うん、昨日すっぽかしたよなって言われてで、それを奥さんにキレていいか相談したっていう、俺に報告してくれたで俺も俺結構目指しだけど笑ってごまかそうとしてあのダメだった、あのいや俺あれ、いやいやちょっと待ってくださいって言ったら全然ダメで、俺珍しくあマジごめんなさいって俺ね、多分ねひろゆきの論破されるとこぐらい俺のやつあんま見俺見せないからあんまレアだったの、それ見たらジョニーオノっていう芸人しか見てないから、うん、社長芸人しか見てないから、博士のそう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 俺ね、うん、ベストが一番いいのが、うん、時計が変わる0時、はいはいはい、24時の30分前に、はいはい、明日大丈夫って言われるのが一番楽なの、うん、まあそりゃそうだよね、はいはい、すんごい楽なの、先々まで管理しないタイプの人もいるからね、できないの、はいはいはい、もう、そうそう、いろいろ本当に忘れるもんね、あのいろんな、まあ、言った話とかもね、なんかその、うん、いやこういう仕事来てるからみたいなのも結構初見の感じでおーってなる時多いよね、あのあのあの書いてんだよねいや 俺本当にお前お笑いの仕事興味ないんだなと思うもん、毎回他の話は覚えてんだよ結構俺どうしちゃったんだろう、ね、どうしちゃ、いやいやもともとよ、いやいや違うその俺どうしちゃったんだろう感出してるけど、もともとよお前お笑いがね、うん、こんなにねあの、うん、サラリーマンだと思わなかった、きちっとですね、ああうん、意外とタイムカードがめっちゃね、しかもタイムカードをね、そうですよ、ここでね仕事してるさ、うん、今の人、ね、8時出社とか7時出社、うん、9時出社いいですよ、うん、タイムカード来て、うん、もうねわけわかんない時間からねいきなりね前日言われるんですよ、お前はその2年間料理人で働いただけでサラリーマンの方って語ってんのは怒られるよそれ、いやいやいや、それは前にここで喋ったあのサラリーマンコントやって、サラリーマン頑張るって言った芸歴25年超えのコントの人ぐらい怒られるよ、お前サラリーマンやったことねえから、あいつら一回もやってない、いやいやいや分かんないよそんなの、やったことあるかもしれない、あいつらね朝の8時半からね、うん、23時までね、うん、毎日ね、うん、2年間やってんのかいやいやいや、まあね、それで2年間だからね言ってもね、それでお前手取り14万ってどうだったんだろう、うんね、そういうね、まあ、環境にしたという、ことですけれどもねね、いい時に15よ、はいはいはい、まあまあそれもね、うん、まあでも自分の意思でねやめれてるわけだからいいことだと思いますけどね、だからそのね約束事ですよね、行けたら行くっていう言葉がねちょっと勘違いされやすいからちょっとあんま言わないようにしてるんだけども、そうね、でも俺もすっぽかしたのは今年だからね、意外と、あ本当、うん、珍しいですよ、珍しいと思う、本当に珍しいです、うん、自分で言うのはなんだけど、うん、ね、そういうことでございます、なるほど、ね、謝れる人間になってきたんですよ、ね、俺はお前に、うん、お前謝れって謝らせるようにしたの俺だと思うよあの時結構多分思想も危険になってて、その要は外交で謝るから国は良くないんだ、だから俺は謝んないんだみたいなこと言い出して謝ったら負けなんだ、2年前ぐらいのやつをちょっと巻き戻してみてくれ、お前は俺に、いやちょっとそれは違うと、お前遅れたら謝れっていうそうあの大きいこと言えばね、まああのうん、ちょっとねあの、うん、リベラルにやったら職員に大きいこと言えばなんとかなるっていう、うんね、真似してみたら全然ダメだったの、はい、別にその問題はいいけど、お前ら教師からよりです、うん、お前は直接俺に遅れてくるわけだから全然通じないから、当たり前ですよ、本当に個人全然通じない、いやそうですよっていう俺が今年謝ってっていうあの時タジタジでしたね、タジタジ、あねそういうことでございます、タジタジいいですね、うん、ということでございます、一個ね、じゃあ一言ネタちょっと、うん、発表させてください、カナル型イヤホンってあるじゃないですか、カナル、ワイヤレスイヤホンの、耳だけに、そうエアーポッツっていうの、はい、あれが、まあ、なんか、なんつうの、カナル型がなんかこう改良されるのって、でなんでかっていうと、あれも音しなくす人が多すぎると、そうそう、だそうあれいけないんだよね、そうだからこのわざとワイヤーをここまでにしてる人もいるし、首に巻く型とかね、ここだけにね、そうそう、俺も何周もしていいもん、結局ダイソーの300円のやつが一番使ってますけど使いやすいよ、ね、うん、あと別になくしてもまたすぐ買えるっていうね、そう一応僕この日つぶやいた
ゼロいいねだったネタあるんですけど、これすっげえいいネタだから言っていいですか、うん、いいでしょう。落ちるカナルガタっていう、あの一応カッコガナルガナル高までつけたんですけど、落ちるカナルガタ、カナルガタは落ちるから、はい、カナルガタは改良されたんだっていう、落ちるカナルガタ、これいいと思うんですけどね、うん、ガタは漢字ですか、うん、いや全部カタカナにして、でそのニュースを引用した、あ、うん、これはねちょっと肩にした方がよかったけどな、あ、じゃあタカちゃんだから、タカだ、肩に、肩でもこれ結構自信あったんだけどね、ただなんかわかんないんだけど、でこれもうとにかく脳が止まんなくてネタ連発するときあるんですよ、はい、で大体フォロワー何か変なのでも止めらんないわけ最近なんかねフォロワーはゼロいいねだけど減らないし増えないに、なんて固定化する信者信者ではない、信者ではないと思うんだけど、でも増えもしないしいいねもつかないじゃあ、うん、つぶやかなきゃいいじゃんってやつなんだけど、そうね、デスノート作った方がいいよ、デス、いやなんで、あのもう、うん、誰を、あのなんと、いや思ったことで、うん、これツイートできねえなってことがたまるね、わかります、わかります、はいはい、それは本来ネタ帳だからね、そう、うん、これがたまるたまる、そうね、お笑いですのとね、どうしようもない、ということでございます、ね、じゃあその行けたら行く論争ね、もしよかったら、ちょっとコメントください、お願いします、といったところでございます、といったところで、またお聞きなさってください、お願いします。